メリークリスマス。今年こそは十天守の奴らを集めてパーティーでもって思うんだけどね。あいつら集まるかな。この町は中央の骨董通りを境目に区画整理された新市街、スラム街と化した旧市街に分かれているんだ。へえ、この辺は綺麗なのにな。近くにそんなスラム街があるなんて信じられねえぜ。わあ、見てください、かわいい雑貨屋さんですよ。わあ、こっちにはお洋服のお店が、小さなお店がたくさん並んでて、どのお店に入るか悩んじゃいますね。ルーリア、すっかりはしゃいでるな。何か欲しいものがあったらこのシエテお兄さんに遠慮なく言うんだぞ。ありがとうございます、シエテさん。おいおい、ルリア、あんまりよそ見すんなよ。おい、気をつけろよ。ごめんなさい。なんだよお前。そういうのは良くないな。怒らないからさ、早く出して。話せよ。何のことだよ。ほらほら、このお姉ちゃんに返しな。よそ者が偉そうにしやがってよ、バーカ。シエテさん、ありがとうございます。さすがだな、シエテ。弱ったな。おいおい、シエテ、急に浮かない顔してどうしたんだ。はい、シエテさんが珍しく落ち込んでいるような。やだな、俺だって落ち込むことぐらいあるさ。十天衆の奴らにこき使われて枕を濡らす日々さ。そうなんですか、シエテさんも大変なんですね。いや、まあ、あの子たち見てたら飽きないからいいんだけどね。やっぱりここで冗談を言わないシエテさんなんて何か変です。お、ルリアちゃん学んでるね。ふふふ、私だって日々成長してるんですよ。まあそれはいいとして、何が弱ったんだよ、話してみろよ。いや、実はさっきの少年の瞳が少し気になってね。俺はああいうすさんだ目をしてた訳ありの子と知り合いでさ、その子たちのことをふと思い出してね。シエテさん、どこに行くんですか。ごめん、やっぱりあの少年が気になるんだ。ちょっと話を聞いてくるから、君たちは観光でもしててくれよ。な、そんな話を聞いといてオイラたちだけ観光してられるか。そうです、私たちも一緒に連れて行ってください。やっぱりそうなっちゃうか。でまあ、君たちのそういうところが俺は好きなんだけどね。さあさあ、それでは一緒に参りましょうか。おいおい、同じ街の中とは思えないぐらい荒れてるな。はい、旧市街というより廃墟ですね、これじゃあ。この辺りは数年前の内戦の傷跡からまだ復興してなくてね。新政府も新市街だけ表向きは綺麗に整備して、
旧市街の問題は全部ほったらかしさ。そうだったんですね。私、何も知りませんでした。ん？ちょっと待って。やれやれ、物騒な町だな。構えろ。どうしたんだ、シエテ。どうやら魔物が巣っているみたいだ。危ないから掃除しようね。団長、終わり。やっと静かになったわ。おい、てめえら、ここが俺らの島だって分かって通ってんのか。あらあら、危ないお兄さんも救っていらっしゃったのね。てめえ、今の話を聞いてたか。通行料を置いてけって言ってんだよ。ごめん、君の言葉の意味が分からないな。この道は君の私有物なのかい。ん、どうなんだい。はあ、何言ってんだ。痛い目に遭いたくなきゃ黙って金を置いてきな。困ったな。魔物でももう少し話が通じる時があるぜ。ごちゃごちゃうるせえ。痛い目見せてやるぜ。女の子に手を出すなんて最低なやつだな。俺は今虫の居所が悪い。痛い目にあっても泣き言言うなよ。だと？生意気なやつだ。やっちまえ。オイラたちもシエテに加勢するぜ。そこまで終わり。まあ当然の結果だよね。そう、てめえら生きてここから出られると思うなよ。はいはい、またね。ま、お前らみたいな雑魚が何人来ようと同じだけどね。さてと、スラム街ってのはどこも似たようなものだね。マフィアがのさばってて、その犠牲になる弱者がいてさ。お前ら、さっきのこんなところまで何しに来やがった。まあそう怯えるなって。俺はお前と話をしに来たんだ。嘘をつけ。何が目的だ。俺を捕まえに来たのか。違う違う。ほら、ここに俺の剣を置くから、これで安心だろ。お前は好きでこんなことをしてるのか。さあ、お前のことを教えてくれ。俺の人生は、両親が内戦で死んだ日に全て終わったんだ。孤児になって、住む家も失って、どこにも行くあてもない俺をマフィアが拾ってくれたんだ。あとはもうお決まりのコースさ。生きるために何でもやって、集めた金をマフィアに渡す毎日さ。そのままじゃ、お前は悪い方へ流されるだけだ。今すぐマフィアたちと手を切れ。か
簡単に言うなよ。お前に俺の何がわかるって言うんだ。ああ、わからない。だからこうやって話をしに来たんだ。さあ、お前も俺の目を見て話せ。とにかく、お前自身が生まれ変わるしかない。今は、この状況から脱することを考えろ。そんなこと、できたらとっくにやってるさ。おいおいおい、てめえ、俺の大事なダチに何吹き込んでくれてんだ？おい、もうこの少年に構うな。ああ？なんでてめえにそんなこと指図されなきゃいけねえんだよ。背後に奴らの仲間が隠れてるぞ。てめえ、なんでそれを。お前みたいな奴、見てると虫唾が走るんだよね。くそ、バレちゃ仕方ねえ。お前たち、出てこい。これだけの数を相手に生きて帰れると思うなよ。はあ、その数で勝てると思う発言が雑魚っぽいんだよな。なんだと。じゃあ後ろは任せたよ。ああ、こっちは任せとけ。終わり。で、終わり。やっと静かになったわ。聞こえてくるのはあなたたちの旋律だけでいい。ああ、もうゾロゾロと湧いてきて、まるでゴキブリだな。貴様、調子に乗るなよ。いいだろう。目には目を、数には数で対抗しよう。この空中に漂う剣は、もしや。俺の名はシエテ、十天衆の頭目、天聖剣王のシエテとは俺のことだ。俺が三つ数える間にこの場を立ち去れ。さもないと、この剣の雨がお前らを貫く。え？十天衆のシエテだと？いいち。嘘だろ。あの十天衆がなぜここに？に。ふざけるな！十天衆なんかと戦えるか！さあ、おめえたち、ずらかるぞ！やれやれ。あの怯えようじゃ、どこかで十天衆の悪い噂でも聞いたのかな？あんた、なんで俺のためにそこまで。さあな。お前を見てたら、ある双子の兄弟と出会った時のことを思い出してな。そいつらも、誰も信用しないって、そんな目をしてたっけ。お前も星屑の町へ行くといい。そこに行けば、必ず仲間が見つかるはずだ。星屑の町。ああ。そこを仕切ってる、カトルとエッセルって奴らに、俺から一筆書いている。まあ、あとはお前次第だが。ありがとう、おじさん。おい、失敬だな。
俺はまだおじさんって年じゃないぞ。あ、はいはい、お兄さん、お兄さん。俺、星屑の町に行ってみるよ。それだけ元気が残ってりゃ大丈夫だ。頑張って。そこで生きる術を学べよ。うん。俺、絶対強くなるよ。あんたみたいに強くなる。なんだ？いや、シエテって本当はすごいかっこいいんだなって改めて感動してよ。なんだと？俺はいつもかっこいいだろ？なあ、ルリアちゃん。はい、シエテさんはもうよくわからない部分も含めていい感じだと思います。そうだろそうだろ、わかりやすい男はモテないよな。いや、ルリアの発言は別に褒めてなくないか？ん？褒めてるのか？細かいことは気にするなって。ハゲトカゲになっちゃうぞ。なあ！オイラはハゲトカゲになんかならねえやい！ささ、ルリアちゃん、ショッピングの続きでもしよう。はい！でも、その前に、みんなでご飯を食べませんか？いいねいいね。何食べる？ほら、みんなも行くよ。